皆さんどうもこんにちは、アシアです。今日の動画では日本人にまつわる3つの不思議です。こうある程度日本に住んでても日本人のことをよくわからないことがたくさんあります。一つの不思議なところは、日本人はあんまり寝ない。ロシアの時に日本人ってあまり寝ないっていう記事読んだことあって、それ結構記憶に残ってるんですけど、本当にそのまま実に日本に来ても日本人でなんかあまり寝なくても生活できているというか、忙しい時はなんか本当に 2,3 時間とか、それかもう夜全く寝てないのに生活してる、仕事してる、勉強してるっていう人結構聞きますので、それはすごいなと思います。日本人の一つの能力じゃないかなぐらい。だって自分だったらあんまり寝なければ、まあ一日なんとかすごい苦労しながら生活できるとしたら、2日3日その睡眠不足のことが続くと本当に生活できないぐらい、もうそのまま寝ちゃうぐらいのレベル。まあ私は特別に猫かもしれないけど、ロシアでそんなにあまり寝ないって聞いたこともないし、日本人の寝なくても生きていられる能力がすごいと思います。でもやっぱり睡眠不足は非常に体に悪いので、もしこの動画見てくれて最近あまり寝てないなって自分にとって当てはまるっていうような人がいれば、必ず寝るのがおすすめです。ではどうしてこんなに寝なくても生活できるか知ってる人がいればコメントで教えてください。では日本人にまつわる不思議の2つ目、いっぱい食べること。日本人って特にいっぱい食べるイメージありますね。皆さん回転寿司に行くときに何皿ぐらい食べますか？ちなみに私は4皿です。もちろん4皿以上は食べれるんですけど、4皿はだいたい満足したぐらいの状態です。そんなお寿司屋さんに行くときに、隣にこんなすごい高い皿の柱が見かけたりして、テレビで聞いたことある気がしますけど、日本で回転寿司で女性の平均の皿の枚数は、7枚ぐらいだった気がする。とにかくびっくりして、いや自分だったらそんなにたくさん食べれないのにっていう風に覚えた。日本人がお肉食べるのが大好きってこともすごい謎。私の謎、それについて動画前出しましたけど、お肉にもかかわらずいろんな食べ物が好き、食べるのが好き、そして食べても太らないでしょう。すっごいと思います。そして3つ目、日本人にまつわる不思議は、とにかく無理します。私の勝手な印象、イメージかもしれないけど、日本人って自分を守るその本能がなんか薄れてるような気がします。例えば寝ることに関してもそうなんですけど、だって寝ないと生活できない、体に悪いのに寝れなかったりするし、あんまりご飯食べれなかったりとか、すごい無理してまで仕事したりとか勉強したりとか部活だとか、いろいろこうね、いろいろなことをしてるわけです。それは、まあ、頑張る精神はすごいいいと思いますけど、なんか自分を守る本能がないと、本当にそれこそなんか仕事して死んじゃうとかなんかねあるから、すごいそれはまあ問題じゃないかなってちょっと思います。頑張ることはいいことだと思いますけど、無理するのは絶対に良くないことだと思うので、ロシア人ってそもそもなんか無理しないような人なので、なんか本当にしなければいけないとかいざってなるときはあるのはわかるんですけど、日本人なんか常に無理してるようなイメージがあります。正直自分から見て自分だったらできないだとか、でもそれはなんか特別に無理しないから自分に甘いとかって思う時もあるんですけど、やっぱり自分を守らないと誰も守ってくれないというか、無理してる皆さんにぜひ気をつけてほしいと思います。まあ、なんで無理してるかってちょっとやっぱり、まあ、分からなくもないですね。例えばこう周りからどう見られる、どう思われるかすごい気にして、圧力もちろんあったりするし、いろいろな認めてもらいたいとかいろいろな理由があるなんだろうけど、それでもね、自分で自分のことを大切に
しないとと思います。ちょっと真面目な話になっちゃったんですけど、それが本当に不思議でしょうがないんですよ。文化的な面では分かりますけど、どうやってこんなことできるか、ちょっと未だに不思議な部分もあります。それについても解説してくれる人がいればコメントでぜひ教えてください。で、今回は日本人にまつわる3つの不思議でしたけど、まだまだいろいろあります。また自分が思う日本人の不思議なところについてぜひ動画作りたいと思いますので、楽しみにしていてください。ではご視聴ありがとうございます。じゃあね。